どうしよう、どうしよう。みなさんこんにちは、イケテルです。こんにちは、こんにちは。じゃあ今日は美容に初めて来て驚いたことについて話していきたいと思います。初めてだったのは僕はもう10年前ぐらいかな、10年前ぐらい頑張ってからちょっと思い出してそういう話をやっていきたいと思います。僕は日本のこと本当に分からなかったんですよ。本当に知らなかったんです。海外も旅行が初めてだったんです。初めて日本語も全然分からないし、それで日本のことを初めてだったんですね。日本のことも韓国でそんな聞いてなかったし、本当に知らなかったんですよ。まず一番タクシー。タクシーが何かちょっとなんか韓国よりなんか古いかと思ってたんです。だから意外とな古いんだと思ったら、何これ、ドアが本当になんか自動的にバーッとかっけー。でそれを見たことないんで面白くて、でもだからいや友達に言ったんですよ。一緒に行った友達、いやタクシーかっこいいよね、タクシーかっこいいかっこいい、そう言って、だから二人で一緒になんかタクシー乗ったんじゃないですか。タクシー乗ってまたなんか本当にな驚いた。タッゲー、そうですね、そういうなんかタクシーがすごい高い、それで驚いた。それが一番、それ一番ですね。二番目、道が綺麗で静か。韓国も汚いそういうわけじゃないんですけれども、日本はやっぱしもっとすごく、いやー綺麗なー、いやー綺麗なー。韓国はそっかクラクションとか鳴らす、そういうことが多いんで、クラクションも鳴らしてないし、でもどこでも行ったらいやー綺麗だし、なんか静かだし、そうだったんです。3番目、ホテル行ったんですね。ホテルちょっといいホテルだったんですよ。いいホテルだったんですけど、ホテル行って部屋が狭い、狭かったので驚きました。でもそれでなんか気持ち悪い、そういうことはまあそんなしなかったんですよ。それ部屋いろいろ見て、でもあるものは全部ある、なんかもちろんですね、それは当たり前ことなんですね。それであるものは全部あるのが本当に面白くて、いやこういうなんか狭いのにあること全部あるんだ。僕のイメージは、日本のイメージは、日本人はなんか節約よくするんだと、それイメージがいっぱいあったんですよ。それでなんとかもう子供頃からなんとかもう聞いて、節約よくして本当になんか良くなるから、だからそういうイメージで、なんかでもそれで僕がそうしたのが、ホテルとかなんか部屋もなんかいやー節約して作ってるんだ、そう思って見たら来ました。本当です。4番目、トイレ。正しく言えばそのままトイレわけじゃなく、便器についてるなんか水道あるんじゃないですか。水道便器になんかそういう水道が出るの、それ見ていやーこれいいなーって、友人頭いいなーって、それなんか手洗うことなんですね。そうですね、まあそのまま見た目ですか、まあ、今もわかんないんですよ。もうそれがもう僕の家にももうついてるんですけど、もうどこのトイレでもいっぱいついてるんじゃないですか。だから僕はなんか手洗うそういうことだと思いました。それで面白くて、歯磨きしたらいいなっていう、それで歯磨きしたら歯磨きして、もう見た目もいいし節約もできるし、本当にそれってすごくもう驚きました。5番目、自転車。自転車の文化、自転車の駐車場見て、わあ、いやこれいいじゃん、自転車駐車場あるんだ。だから自転車駐車場とかこれあったら、自転車よく乗ったら環境の問題も良くなるし、道路も混んでないし、いやこれ本当にいいなと思いました。その以外みんながいっぱいな自転車乗ってるじゃないですか、まあ、おばあちゃんとか女子高生とか、なんか会社員とか、そうスカート入ってそういう自転車女の人が乗るのを見て、いやーありえない、ありえない、
変態なことじゃないんですよ。そうなんですよ。韓国ではそう、女性がそういうスカートを着て、それのなんか見たことないから、しなくそのまま全部自転車いっぱい乗って、そしたらもっといいことになると思ってるんで、それで本当に驚きました。6番目、マスク。いや、マスクだったら、僕は初めて見て、コンビニや、いろいろ他のお店や行っても、そういう店員さんとかもマスクして、仕事も知ってるし、道でも会社員や、誰でもなんかマスクいっぱいしてたんで、僕は今まで人生であのマスク、日本に来る前にはマスクしたことがないんですよ、僕は。そうなんですよ。いや、いっぱい風邪ひいたかなと、病気かなと、予防で、そうするのは本当にいい、いいだと思います。その以外、その後もちろん友達からよく聞いたんですけれども、スピン、それが驚きました。7番目、お菓子、お寿司。もちろんそれは韓国では聞いたことあるんですよ、韓国では。それを初めて本当に見て、本当だ、気持ち悪いとか、それは しなく、面白いなって思って、いっぱい飲食店に行ってたんですね。これも本当かマジかよ、確認する。だからもう、好奇心とかすごく高いんで、お菓子ついてない。もちろんなんか定食や、もちろんそれではついてるんですけど、そうなんですよ、韓国は普通に全部何かもついてるから、ありえないことだと思ってるんで、うん、それで驚きました。8番、並んでること。朝ちょっといろいろなんかいろんなことを見たいから、まあ、フラフラしてたんですよ。朝早めに起きて行ってたんですけど、朝からすごく並んでる。僕思ったのは、僕はあの韓国では映画見るの好きだったんですよ、映画。だから映画館で僕は朝から並んでたの、韓国でそう知った経験は、人気の映画が出たら、すごく混んでるし、そうだから朝、安くなるし、そうだから朝の映画館で並んでからそう、そう見たことあるんですけども、そこのなんか係者になんかちょっと聞いてみたんですよ。だから、いやー、日本は映画よく見てるんですね。僕は本当に映画館だと思いました、映画館だと。パチンコなんですよ。もうそういうパチンコを分けちゃなく、他のお店とかもすっごくなんか人気店とかは並んでる、並んでる。そういう意味で、いやー、こんな並んでるんだ。それで驚きました。9番目、温泉。温泉いて、もちろん韓国も温泉あるから、もう特にまあ温泉に行って、いやー、これ素晴らしいね。そういうわけじゃないんですけれども、温泉に行って、温暖とかいる。ねえ、朝からのに。どうしよう。いやー、俺のことどうするの。絶対ありえないことだから。なんで女の人がいるのって当時あそこで働いてるおばちゃんいるんじゃないですか。そうなんですよ、これ見てるなんか韓国人、日本の温泉に行ったらなんか女の人そう働いてるから、これ普通なんで、すっごく驚きました。じゃあ一番最後、10番目、やらしいチャッシーと大人のおもちゃ。もうまあコンビニや、他のいろんなお店とか、なんか本屋さんとか、どこでも。いやー、これ、いいじゃんって。そういう雑誌とか、まあ、いっぱい何かにあるんですよ。それどこでもなんか、もう売ってるんで。だから、いやここが天国かいって。では、まあもちろん韓国も売ってるは売ってるんですけどね。でも、そういう時期は、まあ、好奇心も多いし、そうするから、そう、たたみですね。それで、驚きました。じゃあ、もっとしましょうか。じゃあ、プラス、いこうしましょうか。テリンさん。テリンさん。僕、日本語なんか知らなかったから、何もわからなかったんですけど、なんか日本のテリンさんが、だからもう、優しい、親切、もちろんそういう気持ちはなんか言葉わかんなくてももう感じるは感じるんですね。そうなんだけど、外でなんとかいろんな店員さんがどうぞどうぞどうぞそうするんじゃないですか。はい、いらっしゃいませ、どうぞ、そうするから、そういうのそういう時
聞いたら、いやなんか韓国では大丈夫大丈夫大丈夫そう、もっと上げるもっと上げる大丈夫大丈夫いやいや途中で途中でいや入ろ入ろ入ろって言ってますよ。もう20杯だからお店、そうするお店全部入っちゃったんですよ。そうなんですよ。僕はあの多分なんかチョコレートが多分パックたちをしてると思ってるんで、それでそれで踊られたことことそう今日はここまでです。いや初印象とか思い出して本当に懐かしいんですね。今ももちろん生活してるんですけれども、今も本当にいろいろなんかすごく驚いたところがすごく多いんです。そうです。それも本当にまた今度楽しく面白くそう説明するんで、生きてるそういう話を説明します。じゃあ皆さん今日もご視聴ありがとうございます。楽しかったらチャンネル登録、よかったらいいね、そうと嬉しいです。じゃあ皆さんありがとうございます。じゃあまた会いましょう。